まあ、一口は言えないんですけど、私の尊敬するアーティストが2人いて、デビッド・ハモンズと、あと中村博史なんですけど、中村博史さんが1957年頃に有名なショートエッセイで、タブローは自己批判しないっていうのがあるんですけど、その中で中村さんはその作家イコール作品ではない、そして作品はそので独立したものとあって、でもアートが成立するのはその作家と作品と観客が個々に独立していながら、その間の関係性が生じて、それで初めてアートが成り立つと、そういうふうに言ってらして、それにすごく私は共感するところがあるんですね。特にこういう、まあ、ちょっと政治的な作品を作っていると、どうしても作家イコール作品で、作品っていうのは単に作家の主義主張をこう絵にしただけみたいな感じがあると思うんですけれども、やっぱり作品っていうのはもうそれできた時にもうかなり作家の手を離れて、それ独自で あるものなので、ですからやっぱりそこを見る人も、あ、これは作家がこういうことを言いたいっていう、それだけを読み取られるとちょっと違うなと思うんですね。ですからそこでやっぱりその作品の中に作家と相反する部分とか矛盾とか葛藤が入っていて、でそれを観客がどう読み解くかっていうことまでを含んで、それでアートっていうものが成立すると思うんですね。ですからまあ作家の責任逃れと言えばそうかもしれないですけど、やっぱりそういうふうに見る人の責任とか、その間でそれオープンなディスカッションが始まる、それの場となるものがアートだと思います。